じゃあ、改めまして発表させていただきます。よろしくお願いします。本日の発表は、Python のパッケージマネージングとか、そういったエコシステムについてお話しさせていただきたいと思います。特に今日聞いてもらいたい方としましては、PyTorch とか Python のパッケージで、エラーが起きたりとかインストールに詰まったことがある方、それから、これがなぜ詰まってしまったのかだったりとか、そういったどうして起きてしまったのかっていうのを、パッケージングのエコシステム全体から理解したい人にはぜひ聞いていただけたらなと思います。で、話すこととしては、パッケージングのエコシステムの全体像だったり、パッケージングをインストールする人向けのチップスというような内容になっています。で、あまり話さないこととしましては、作成とか運用側での、チップスであったりとか、個別の技術に深く焦点を当てた話っていうのは今回はしない予定です。なるべくその初心者の方向けの発表になっているので、よろしくお願いします。はい、今日のアジェンダはこのような感じになっています。最初に自分の自己紹介、会社紹介をした後に、Python のパッケージングエコシステムの全体像についてお話ししたいと思います。でその後、こういった全体像をさらった上で、よくある、パッケージインストールの失敗例と、その原因がどこにあったのかとか、どうしたらよかったのかみたいなところを全体像と照らし合わせながらお話しできればなと思います。それから、その後に Python のパッケージインストールが、なぜ難しいのかっていうのを、いくつか理由を、説明した後に、最後に、そういった難しい中で、うまくインストールするためのチップスっていうところを、お話しできればなと思います。はい、まず最初に自己紹介させてください。改めまして、Wantedly でデータサイエンティストをしている樋口心と申します。今新卒3年目で、ウォンテッドリービジットの推薦システムの、制度改善だったりとか評価だったり、また、一部の、機械学習基盤の開発をしています。結構自分としては正しくツールとかプログラミング言語を使って、ロバストに、チームメンバーでこう快適に開発できるようにするっていうところに強く関心があります。で、今日の発表も Python の、パッケージのインストール周りで結構詰まってしまって、ライブラリをワークアラウンド駆使して無理やりインストールしたり、その結果ちょっとよくわからない状態になってしまったっていう、苦い経験から、そのあたり全体像をまとめて発表した方がいいかなと思って登壇を決意しました。次に簡単ですが会社の紹介をさせてください。私たちは仕事で心躍る人を増やすというミッションステートメントを掲げて、活動している会社となります。簡単に言うと、仕事ってすごく実は面白いものだっていうところ、そういった考えを当たり前にすることを目指している会社になります。で、そのために開発運用しているプロダクトの一つが、会社ホームアプリ Wantedly Visit というものです。で、Wantedly Visit の最大の特徴は給料とか福利厚生などの条件面だけではなくて、ミッションとか価値観での共感で会社とマッチングすることを目指しています。もちろんその会社選びにおいても条件面はすごく大事なんですが、思いへの共感っていうのもすごく最近は大事になってくるかなと思っています。で、また、Wantedly Visit では、その企業の応募募集に対してすぐ応募してすぐ選考が始まるっていうような、一般的なサービスとは異なって、まずは気軽に話を聞きに行くっていうことを体験を提供しています。で、最近はカジュアル面談といった言葉もすごく一般的になったと思いますし、このウォンテッドビジットでもカジュアル面談することができます。それでは、ウォンテッドビジットの内部で、実際に私たちのデータサイエンスチームがどういったことに取り組んでいるかっていうのを簡単に紹介します。で、ここにあるように相互推薦システムという、推薦システムを運用しておりまして、ユーザーのウォンテッドビジット上での行動だったりとかプロフィールをもとに、ユーザーも会社も両思いにマッチングできるように推薦システムを組んでいます。で、こういった相互推薦システムの開発には主に Python が用いられておりまして、さまざまなオープンソースとか Python コミュニティの恩恵を受けております。では本題に入りたいと思います。最初は Python のパッケージングエコシステムの全体像について紹介したいと思います。普段パッケージを利用する際には、結構こういったイメージでフローをイメージしている方が多いかなと思っていて、まずはそのパッケージ利用者側の視点からお話ししたいと思います。
パッケージがどのようにインストールされるかというと、アップロードされている、リポジトリ、パッケージリポジトリというものがありまして、そこから pip インストールサムパッケージみたいな感じで指定をすると、パッケージインストーラーが、その自分の環境に合ったライブラリを、パッケージをインストールすることができます。で、普段は pip とかパッケージインストーラーが、うまく隠蔽しているので、常にあまり意識しているわけではないとは思うんですけど、実は Python のパッケージとか、パッケージが依存している他のライブラリとか、マシンの OS とかを見て、パッケージインストーラーは所望のものをインストールしています。で、よくあることなんですけど、こういった自分の環境に対して、いずれかがかみ合わないと、インストーラー失敗してしまうということが起きます。で、例えば、ポエトリーアドファーストテキストっていうようなことを、コードをインストールをした場合、こういうような結構難しそうな、エラーが出てきてしまうという感じですね。で、これよく見てみると、その PyBind11 とか PEP517 とかホイールとか関係ありそうな単語がいくつか出てきますが、そのあたりを今日はお話しできればなと思います。はい、では、このようなエラーが、何が起きたんだろうっていうのを分かるようにエコシステム全体を理解していければなと思います。で、この図が Python のパッケージングエコシステムの全体像になります。先ほど最初に紹介したようなパッケージ利用者側の視点っていうのが右側に固まっています。で、全体を俯瞰するとパッケージを開発する人がいて、その人がパッケージを、パッケージリポジトリというところにアップロードし、そのアップロードされたものをパッケージインストーラーを通じて利用者がインストールされるっていうような感じになります。で、これら一つずつ紹介していきたいと思います。で、まずはパッケージリポジトリですね。先ほどの図の左上にあったものでして、これはその名前の通りパッケージが集められたオンラインのリポジトリになります。で、最も有名なのが PyPY と呼ばれるリポジトリで、 Python の標準のインストールツールである pip のデフォルトのインストール元となっています。で、PyPA という Python のパッケージ周りを管理している非営利団体によって、メンテナンスがされています。で、Python のパッケージリポジトリっていうのは何も PyPI だけではなくて、Conda のインストール元である Anaconda Cloud とか、Conda を元にコミュニティベースで運営している Conda Forge、あとはその普段使っている GitHub とかもパッケージリポジトリになり得ます。で、パッケージリポジトリの、PyPI では、アップロードされているパッケージに関する情報が、多く記載されていて一元的に見ることができます。で、ここには NumPy の、サイトを載せているんですけども、ウェブサイトの、関連するウェブサイトだったりライセンスだったり、スターがどれくらいかみたいな情報を見ることができます。はい。で、使うパッケージインストーラーとか指定する URL によって、そのインストールするパッケージリポジトリの元は変えることができます。で、ここにあるように Conda インストール -c Conda Forge とかすると Conda Forge からインストールされますし、pip インストールも GitHub からインストールするようなコマンドも用意されています。はい。で、次は利用者側にとって最も身近なパッケージインストーラーについて簡単に紹介します。こちらのツールは名前の通りパッケージリポジトリからパッケージをインストールするツールです。で、pip とかポエトリーがよく使われていて、最近は高機能化が進んでいて、複数の機能を持っていることが多いかなと思います。例えばポエトリーですと、設定ファイルである PyProjectToml を元に依存関係を解消しながら所望のライブラリをインストールしたり、パッケージのビルドとかパブリッシュにも対応していますし、依存関係をポエトリーロックでダンプしたり、依存関係をグループ化するっていうこともできます。では次にそのパッケージリポジトリにアップロードされている形式、ディストリビューションについてお話ししたいと思います。ディストリビューションっていうのは、さっき言ったようにアップロードされているパッケージの形式なんですけども、Python では大きく分けて2つよく使われているものがあります。で、1つ目がビルドディストリビューションと呼ばれるもので、これはパッケージをインストールしたらすぐに使えるように、ファイルをもともとビルドしたファイルになっているという感じです。で、拡張子がホイールと呼ばれている形式で
アップロードされていまして、まあ、インストールが早いんですけど OS とか Python のバージョンに依存するっていうような特性があります。で、もう一つがソースディストリビューションと呼ばれるやつで、ソースコードとセットアップスクリプト、まあ、パイプロジェクトトムルとかがセットになった、内容物になっています。で、こちらはビルドディストリビューションとは、まあ、逆でビルド前のものがあるので手元のマシンでビルドが行われるっていう感じで、まあ、その、まあ、そのインストールがすごい遅いですけど、まあ、いろんなマシンでビルドができるというか手元のマシンでビルドができるので、まあ、柔軟に環境に応じることができるかなと思います。あとはコンダクラウドとかは独自の形式を持っていまして、まあ、例えば過去GPU に依存したライブラリの、まあ、QDF みたいなものがあるんですけど、こちらはコンダからしかインストールできなかったんですが、まあ、これはGPU 周りの依存関係とかの解消がPyPI 上では難しかったので、まあ、特殊な形式で独自の形式でコンダにアップロードしていたのかなと思います。で、まあ、このディストリビューションの、まあ、2つの違いを、まあ、パッとアナロジーでお伝えすると、まあ、ビルドディストリビューションはお弁当みたいな感じでもうすぐに食べられますし、まあ、ただ味の調節はできないよっていう感じで、まあ、ソースディストリビューションは食材とレシピっていう感じで、まあ、その調理しないとすぐには食べられないけど、まあ、好みに味が変えられるっていう感じかなと思います。で、まあ、例えば NumPy の PyPI の、まあ、そのアップロードされているファイルを見てみると、まあ、大量のビルドディストリビューションのファイルと一つのソースディストリビューションのファイルが存在しています。で、ビルドディストリビューションは、まあ、ここに囲っているように、まあ、ちょっと見づらいかなと思うんですけど、まあ、Python のバージョンとか OS ごとに存在するっていう感じです。で、まあ、お弁当をたくさん用意したから、まあ、好みというか環境に合致したものがあればそれをダウンロードしてきて、まあ、なければレシピを見ながら自分でビルドしてねみたいな、まあ、そういう感じかなと思います。で、次はパッケージの開発者側の方を簡単にお伝えします。で、パッケージの開発者側は、まあ一連のフローを経て、パッケージリポジトリにパッケージをアップロードします。で、まあ、パッケージングしてアップロードするっていうような流れなんですけど、まあ、ここの元となる、まあ、ディレクトリというかソースツリーには、まあ、パッケージングに必要なファイルがいくつか含まれているっていう感じです。で、まあ、ソースツリーの中身は、まあ、すごく簡素なものだと基本的には下記のようなものになっていて、一般的には設定ファイルとかドキュメント、それから、まあ、他の言語に依存している場合はそのファイルが入っているというような感じです。で、まあ、この中で、特に重要なのが、まあ、設定ファイルのパイプロジェクトトムルかなと思いまして、まあ、ここは口述する PEP にて、規定された設定が書かれているという感じです。で、まあ、パッケージングをするためにどういう、情報をどういったものを使えばいいかというのが詰まったファイルで、まあ、どんなライブラリに依存しているかとか、どんなライセンスのもとを利用できるのかとか、どんなビルドツールを使ってビルドするのかみたいなことが書かれています。で、まあ、口述する PEP にて、まあ、その最近はそのこのパイプロジェクトトムルに、まあ、全てなるべくそのビルドとか依存関係を記載していこうっていうような流れになっているかなと思います。で、最後に、PSF と PEP についてお話しします。PSF は、Python ソフトウェアファウンデーション呼ばれる Python とか、関連技術を支援保護するような組織になっていまして、PEP の管理とか承認に関与しています。PEP というのは Python Enhancement Proposals と呼ばれるもので、まあ、Python に関する機能の提案だったり修正だったり改善に関する設計文書になっています。で、ここにすごくいろいろな Python に対する規約が書いてありまして、もちろんそのパッケージに関する規約も複数あるという感じです。で、まあ、特に有名なものだと、まあ、パッケージのバージョンの形式だったり依存性を指定して標準化する PEP440 だったりとか、パイプロジェクトトムルでビルドシステムの要件とかを指定できるようにする PEP518 などがあります。PEP は、まあ、全てインターネット上に公開されているので、誰が投稿して今どういうその承認の状態になっているのかだったりとか、いつ作られたものなのかとか、アブストラクトはどうなっているのかみたいなのが見ることができます。で、まあ、多分最も馴染み深いのがスタイルガイド、 Python のスタイルガイドをこう
策定した PEP8 だと思っています。まあ、こういうのもあのインターネット上で簡単に見ることができます。はいはい、ちょっとあの駆け足だったんですけど、エコシステムの全体について、お話をしました。で、まあ、ちょっとその最初に見た時よりも、まあ、何がどうなってるかっていうのを少しあの解像度が上がっていれば嬉しいかなと思います。はい、では、これからその今のパッケージの全体像をもとにあのインストールの失敗例だったりとか難しいポイント具体例を挙げてあの説明したいと思います。1個目があの PyTorch のインストールで、2個目が Fast Text のインストールについてお話ししようと思います。はい、で1個目は PyTorch ですね。まあ、これは簡単に説明すると、まあ、Facebook が開発した機械学習に関するライブラリーでして、まあ、ニューラルネットワーク の, あの開発などに用いられます。で、GPU に対応しているという感じです。まあ、機械学習以外にも用いられることはありますが、まあ、これをインストールする際は PyTorch の、URL にアクセスをしてインストールする際に、まあ、自分の使っている OS とかインストーラーツールを指定して、指定をするとあの下にあるように URL が発行されて、これを使ってインストールするっていうのがあの一般的なインストール方法になります。で、まあ、ここを、まあ、自分の環境とあの見比べっこしながら頑張ってインストールをして、まあ、ここのコマンドですね、あのトーチで PyTorch であの GPU が読み込めますかっていうのをやってもフォルスが返ってくるっていうような、まあ、ちょっと悲しいこともあったりします。で、まあ、これなんで起きちゃうのかっていうと、まあ、普通のライブラリだったら、まあ、簡単に pip インストールなんとかであのインストールできるんですけど、まあ、PyPI のディストリビューションっていうのが、まあ、ソースディストリビューションあのビルドディストリビューションっていうのが、まあ、GPU の依存関係まではあの管理しない部分があるというのが原因になってくるかなと思います。で、まあ、GPU のに必要なライブラリっていうのは、まあ、そもそもその PyPI を管理している PyPA が管理するツールではないっていうのと、あとはその全てのライブラリには必要がないためですね。なのであの PyPI 以外 の, あのパッケージリポジトリからインストールするのが必要なケースもあるので、まあ、先ほどのような URL を発行して、インストールする必要があるという感じです。で、まあ、あの PyTorch はPyPI にもあるんですけど、あの CPU が利用できるバージョンのみとなっています。なので、GPU のドライバーとか、まあ、依存する CUDA のバージョン、CUDA とかあの手動でインストールする必要があるんですけど、まあ、手動ゆえにちょっとバージョンが違うものを入れてミスが生じやすいっていうようなあのものになります。で、まあ、これを今すぐ完全にパッとあのワンコマンドで解決するっていうのはなかなか難しいんですけども、まあ、1個あのポエトリーの導入されたソースを指定する機能を使うと、その指定する URL だったりとかはあのやや簡易的にあの指定できるようになるかなと思います。で、まあ、ここにあるようにポエトリーではそのソースをアドし、ソースアドっていうようなコマンドがあって、指定したあの URL をあの登録しておくことで、まあ、そこの URL から、必要なライブラリをインストールすることができるっていうようなあの機能があります。で、まあ、これをすることによって、PyTorch じゃない、Poetry 側が、自分の OS とか Python バージョンを見ながら、まあ、適したライブラリをインストールしてくれるようになります。はい、では2個目あの Fast Text のインストールの失敗事例について紹介します。Fast Text は、単語のカテゴリ分類とかベクトル化ができるようなあの自然言語処理のライブラリになっていて、これもポエトリーアドファーストテキストですね、ちょっとすいません間違ってます。ポエトリーアドファーストテキストをするとあのエラーが発生してしまいます。で、ごめんなさい、ちょっと見づらいとは思うんですけど、このエラーのメッセージをよく見ると PyBind11 とか、ファーストテキストノートサポート PEP517 とかあのビルドバックエンドが原因だとかあのホイールがとか言っています。で、まあ、これらそれぞれを紐解いていくと、まず PyBind11 っていうのはあの C++ の、 あのクラスとか関数を Python で利用できるように、したライブラリになっていて、まあ、その C++ のコードを呼び出せるんですが、まあ、PyBind11 でラップしているものはあの Python から利用する前にコンパイルが必要になっています。で、まあ、PEP517 と518は、まあ、先ほど申し上げた通り、まあ、PyProject TOML に、まあ、どういったビルドのプロセスで必要なツールを明記しておきましょうというようなあの規約になっています。
で、ポエトリーに関しては最新のライブラリは、まあ、その PEP517518 に準拠してライブラリをインストールする仕組みになっています。で、じゃあなんでファーストテキストをインストールできないのかっていうと、ファーストテキスト側が PEP517518 に見たいようになっていて、まあこの、ファーストテキスト側の、GitHub に訪れると、パイプロジェクトトムルが存在せず、まあ、PR の状態のままになっていて、まあ、ここに PyBind11 を使ってビルドしましょうみたいなのが記載されていて、まあ、これがマージされていないので、まあ、まだないっていうような状態になっています。なので、まあ、こういった時どうしたらいいかっていうと、まあ、1個はその先ほどあったような PyProject トムルを使ってビルドに対応してくださいっていうような PR を作成したりマージを依頼するっていうようなことが挙げられるかなと思います。でもただしそのファーストテキストは現在あまりメンテナンスされてないようで、なかなかマージがされていないっていう感じです。なので、まあ、その利用者側としては、まあ、なるべく新しい PEP に沿わないようなライブラリはまあ、必要あればしょうがないですけど、まあ、なるべく開発に用いないみたいなのが良いのかなと思っています。で、まあただワークアラウンドとしてはホイールファイルを先にインストールしておいて、ローカルのパスを直接指定することで、ダウンロードすることができたりします。はい。で最後に最後すいません、Python のパッケージインストールが難しい理由についてお伝えしようと思います。で、まあ結構これは自分の主観も入っているところはあると思うのであれなんですけど、まあ、そもそも Python の歴史がすごく長くてツールの統廃合が多いのがインストーラー側としては難しく感じるポイントなのかなと思っています。で、まあ技術の進化とかニーズの変化によって多くのツールが統廃合されているし、まあ、そもそも適切にライブラリをインストールするには多くの仕組みが必要なので、まあ、その例えば2023年の現在、まあ、各ツールの責務はどうなっていてそれらどう組み合わせるべきなのかみたいなのを知るのは結構難しかったりします。で、まあ、例えばこんな感じで、設定ファイルにとってもバージョンマネージャーにとっても仮想環境ビルドツールパッケージインストーラーディストリビューションどれをとっても、まあ、複数の選択肢があったり、まあ、一つはもうメンテナンスされてないものがあったりとかして結構どれを使えばいいのか難しいというような状態があるかなと思っています。であとはこれは、まあ、その全ての Python のライブラリがというわけではないんですけど、まあ、結構深層学習とか機械学習の開発に用いられるライブラリっていうのは依存が複雑になりやすくて、インストールが難しくなりやすいのかなと思っています。まあ、例えば、NumPy とか、まあ、機械学習に用いられるようなライブラリっていうのは高速な行列計算とか必要になってきて、まあ、コンパイラ時に C++ とか GPU に依存がかかるとなると、まあ、OS とかGPU ドライバーに依存がかかってきますし、まあ、そのビルド時に依存関係を含める必要がある、まあ、あとはその PyPI で管理しないレイヤーでの依存がかかるみたいなものがあるかなと思います。まあ、あとはハード側の進化も最近はすごく早くて、まあ、M1 Mac とか Apple Silicon といったような、まあ、新しい登場だったりとか、まあ、GPU のドライバーのアップデートとかに追従しないとなるべく陳腐化しやすいというような問題もあるかなと思います。で、まあ、あとはこれはもう Python に限った話ではないんですけど、まあ、そもそもパッケージをインストールするというのは実はとても複雑な仕組みが必要になってきて、まあ、初毛の環境にこのライブラリをインストールしたいと言ったとしても、まあ、先ほどからお伝えしているように Python のバージョンとか仮想環境とか OS とか依存ライブラリとか、まあ、すごく制約とか考慮すべき点が多いので、まあ、そのあたりをこううまくフィットしながらインストールするというのは実は複雑なんだなと思っています。であとは、標準が結構その PEP を通じてコミュニティ内で合議で決まるので割と定まるのに時間がかかるっていうようなポイントもあるかなと思います。で、まあディストリビューションとかパイプロジェクトのトムルの形式っていうのは PEP 先ほどお伝えしたような PEP の承認とか評価によって、合意形成がされた上で、認証されるので、まあ、どうしてもリードタイムがかかってしまって、まあ、その間に多くのツールが出てきたり、まあ、仕様の統廃合とか共存が起きてしまうっていうのが、まあ、ちょっと難しくなってしまうポイントかなと思います。まあ、ただこれはもちろんこの仕組みを悪く言っているわけではなくて、まあ、こういうふうにコミュニティベースで行われることによって、まあ、特定の組織とか企業の意向で、まあ、Python の仕様がガッとして策定されるっていうことなく、まあ、オープンなプロセスで改善が進められている証拠でもあるかなと思っています。はい。
あとは、最後パッケージをうまくインストールするためのチップスについて、お伝えしようかなと思います。まあ、1個は最新の、Python のパッケージ管理ツールがどういう動向になっているのかだったりとか、新しいツールを使っていくっていうのが解決策の一つになるかなと思っています。で、まあ複雑であるっていうことは、結構コミュニティ自体もそのあたりを改善しようとしている流れはあるかなと思っています。で、まあ、特にその最近の新しい、パッケージのインストーラーツールとかは、まあ、一つのツールで多くのことができるようにだんだんなってきているかなと思っています。なのでポエトリーとかは、パッケージの開発ビルド依存関係の管理とかパブリッシュに対応していますし、まあ最近出てきたLiveとかも Python のバージョンも管理できるようなことができています。あとは GPU 環境においても、まあ、NVIDIA の方が PyPI 上でのサポートを進めていたりします、はい。で特にそのポエトリーとかはここ1年ですごく大きなアップデートを5回もしていて、まあこういったアップデートによって例えば今まで依存見切れていなかったところをサポートしたりとか、依存関係のグループ化をしたりとか、インストール速度の向上がされたりとか、またはソースの指定をする際に優先順位を指定できるようにするとか、まあ、なるべくそのロバストに柔軟に所望のライブラリをインストールできるような流れになっているのかなと思っています。で、まあこれはすごい好みあるかなとは思うんですけど、まあ、僕個人的に2023年上おすすめするような環境でいうと、まあ、自分は普段はポエトリープラスPyEnv で、まあポエトリーの方でライブラリの依存関係の管理をして、PyEnv の方で Python バージョンの管理をする、もしくは、まあ、Live で全部管理するみたいなのがおすすめかなと思います。で GPU 環境については結構難しいなと思っていまして、まあ、自分は割と壊しても問題ない VM とか Google コラボで、インストールの試行錯誤をした上で、まあ、シェルスクリプトとか Docker ファイルを使って、ドライバー周りもコードで管理するっていうのが、まあ、今のところ落ち着いて進められているやり方かなと思います。はい、ではまとめですね。まあまあ、パッケージインストールは、まあ多くの仕組みとか Time is up, please end up the presentation. あ、OK、はい、あ、じゃあまとめは以上になります。はい、Thank you for your presentation. If anyone has any questions, please raise the handNo questions? ありがとうございました。先ほどの最後の個人的なおすすめ環境ですっていうところで、はい、あったんですけども、私いまだにおじさんなんで PIP で頑張る人なんですけど、やっぱりもうそろそろもう PIP は諦めた方がいいのかなっていうところを、はい、ちょっと個人的な見解で全然構わないんでお伺いしたくて、結構、まあ、PIP もなんだかんだで廃れなくて長く、まあ、ここまで生き延びているんで、本当にこのタイミングでまた変えた方がいいのかなっていうのは、ぜひちょっと見解をお伺いできれば嬉しいなと思います。質問ありがとうございます。そうですね、まあ、自分は企業で複数人のエンジニアで、開発をしているような場合はこういったポエトリとか PyEnv を使った方が良いかなと思っています。というのも、まあ、その意図しないそのインストール依存関係の変更とかによって、まあ、本番に影響が与えられて、まあ、例えばそのイントがヌルになってユーザーに提供されてしまったみたいなのを防ぐために使っているので、まあ、そういった時はなるべく、環境が支配できるような、まあ、ポエトリーとかいいのかなと思ってますが、まあ、その個人で開発するとか分析するみたいなツールで場合でしたら全然 PIP とかでも問題ないのかなと自分は思っております。ありがとうございます。 Any questions?The time is up.
We'll have to end here. Thank you very much for your talk. Everybody, please give a huge round of applause to the speaker.